普段は入ることのできない宮殿の中、ちょっと覗かせてもらいましょう。中庭の壁一面に描かれるのは16世紀のフレスコ画。玉座の間は太后の即位式をはじめ最も重要な式典にのみ使われます。部屋の真ん中に置かれた玉座、太后しか座ることが許されません。太后の先祖グリマルディ家は700年前からこの地を治めてきました。それぞれの部屋にはモナコの歴史が刻まれています。公式晩餐会が行われる鏡の間には亡きグレース妃の肖像画。宮殿で働く職員は現在150人ほど。執事、造園係、食器係など皆それぞれの専門分野から太后一家の暮らしを支えています。続いてやってきたのは食器係。テーブルの上に花や食器を配置します。銀食器は指紋のつかないよう手袋をはめて、食器の向きや間隔は1センチの誤差も許されません。グラスを置き、テーブルの最終確認を行います。さあ、今日はこの食卓にどのような料理が並ぶのでしょうか。毎朝10時、とっておきのものが届きます。野菜が山盛り。毎朝交代で届けてくれるのは宮殿の衛兵さんです。ロカジェルという菜園から届く今朝採れたばかりの野菜だよ。太后の食事のためだけに作られているんだ。無農薬の畑でね。毎日採れたての野菜を食卓へ。これもまたこの厨房の伝統の一つ。この野菜は冷蔵庫に一度も入ることなく太后の食卓に届くんだ。太后からメニューノートが戻ってきました。食べたい料理に、ほら、印がオーダー入りました。さあ、調理開始です。若き副料理長モモさん、ガルシアさんの右腕です。採れたての野菜を料理に生かす。レニエ太后の思いは料理長ガルシアさんにも託されていました。息子のアルベールには野菜そのものの美味しさをちゃんと味わわせてほしい、そう言われていたんだそうです。気がつけば初夏のロカジェルがお皿の上に再現されていました。黄色い粒はオリーブオイルをゼリー状のカプセルに閉じ込めたもの。最後に岩塩を少々。
envoie dans le pass ou... Non, il vient ici. Il part par là-bas. C'est ici qu'il vient normalement. Oui. Oui, on y va. ドレッシングは出す直前にオリーブオイルとバルサミコ酢、レモンを合わせてさっぱりと。小さな野菜の庭とオマールエビ、オリーブオイルと塩で新鮮な野菜と魚介類を味わう。地中海の恵みが丸ごと詰まった本物の贅沢。それがガルシアさんの考えるモナコ料理。使うのはズッキーニの花。Voilà. Là, c'est la fleur de courge. On enlève le pistil de la fleur de courge. 初夏が旬のズッキーニ。この日は花を主役に。ズッキーニの実やエビの入ったラタトゥイユを袋に詰めて花の中に入れていきます。オリーブオイルと白ワイン、バターでソテー。味が染み込んだらオーブンで蒸し焼きにします。付け合わせは赤エビ、塩とコショウ、オリーブオイルで表面を軽く焼きます。盛り付けたズッキーニとエビの周りにトマトとパセリをあえたソースを。最後にロカジェルで採れたハーブを飾り付け。赤エビ、ズッキーニの花の詰め物。エビもズッキーニも大公の大好物。彩り豊かに、ハーブの爽やかな香りを添えて、忙しい大公を気遣った一皿です。数種類のベリーが入ったフレーバーティー、数日前街で見つけ、これはデザートにも使えるとひらめきました。グラニュー糖で甘さを加えます。アラン、2セコン。ちょっと不安な時頼るのはベテランのアランさん。水で戻したゼラチンをフレーバーティーの中へ。煮立ったらお皿にそっと流し込みます。ゼリーが固まるまで冷蔵庫へ。冷やしていたゼリー固まったようです。デザートの仕上げです。いちごやフランボワーズなどロカジェルで採れた果物を飾りつけていきます。メロンシャーベットを添えた夏のフルーツのジュレ。ベリーのハーブティーをゼリーにして旬の果物を盛り付けました。付け合わせにはフランボワーズマカロン。ベリー尽くしの一皿です。今日はね、ロカジェルで採れた季節の野菜をふんだんに使ってみたんだよ。大公が一番喜ばれるのは採れたてや旬の食材を使った料理なんだ。毎日3品ずつ考え、でも作るのは一品だけ。
これが宮殿料理長のごく普通の一日。